ブロゴス編集部の島村と申します。会社主導の記者会見を主催するに絡んで、在京5社在阪5社のテレビは吉本の株主やから大丈夫やからという発言があったということなんですけども、こちらは事実でしょうか。またその内容の意味について教えていただければと思います。はい、この件に関しましては、弊社法務の小林が、認識をしておりますので、小林の方からご説明させていただければと思います。小林と申します。その面談、私が同席しておりましたので、私からご説明させていただきます。7月12日の面談だったと思います。先方の弁護士さん2名と、亮さんと宮迫さんと、でこちらは弊社側の顧問弁護士2名と私とで、は面談をしていました。でその中で、まあ、会見の話になりまして、亮さんから、まあ、会見を生中継したいんだという話がございました。で、それに対してですね、まあ、吉本は当班各局が、まあ、株主様でいらっしゃると、生中継するとしてもどういった時間帯にするのか、といったことは配慮しなきゃいけないですよと、そういった説明を弊社の弁護士の方から先方弁護士にしたということがございました。それが事実でございます。よろしいでしょうか。それでは他の質問ございますか。じゃあ、2番目の2列目のカメラ席のところにいらっしゃる方ですかね。真ん中の。すいません、IT メディアの後藤と申します。ちょっとですね、宮迫さんの会見の中で出てきたお話の中で、今回ですね、入江さんの主催されたイベントをもともと吉本興業の、イベントで、講演していた人のところに、直営業に行ってしまったっていうような話があって、もともとその吉本を通したスポンサーといいますか、吉本さんが出演される企業に、問題の企業、一部ではカリセラと呼ばれてますけど、このエステサロンがスポンサーでついたっていうのは事実でしょうか。すいません、それにつきましては、事実ではありません。その話のことに関しましてはですね、ちょっと読み上げをさせていただきます。当該イベントは吉本興業の制作ではなく、都内のイベント会社が主催したものでありました。吉本はイベント会社の依頼を受け、タレントを派遣いたしました。入江君が中心となっていろんなタレントさんが出演するイベントです。そのイベントのスポンサーの一つが今回問題となっている、特殊詐欺集団のフロント企業だったということです。一方で吉本としましては、すべての取引先の反社チェックを行っておりますので、当該イベントを主催したイベント会社が反社でないことは確認しておりましたが、結果としましては、その先まではチェックをしておりました。そういう意味では、この判断が甘かったという面は否めないと思っております。で、そのこともありまして、そのことを含めて、現行の処分ということも合わせております。ただ実はこの件も、発覚したところから、調査を続けておりまして、今、警察にも、相談をしており、防水センターさんの方にもご相談をさせていただいているというものです。で、多分一方で、宮迫君とかが、参加したのは2000、これが2014年なんですけれども、2013年にタイトルの違う、入江君のイベントをやって
開催しております。それは、吉本の主催で行いまして、当然、反社チェックとスポンサーさんも含めて行っておりまして、それについては、もちろん問題がないということです。ただ、この2014年のイベントというのは、2回目を入江君がイベントやりたいということに対して、前年、赤字でもありましたので会社としては、主催をすることはできないということで、そのイベントはなくなりました。で、入江君がやるという内容は変わらないんですけれども主催者等は、変わったイベントになっております。でその1回目のところは多分宮迫君も出演をしておりましたのでちょっとどういう話のどうかというのはその分かりませんけれども弊社としましては、こういう形で、ただまあその先の先までチェックしきれてなかったっていうことに関しましては、非常に反省をしないといけないものですから、会社として完璧を目指していくっていうことを、無念としておりますので、警察にも相談しながらも、処分の対象の一つとして行っております。以上です。すいません、ちょっと重ねての質問で恐縮なんですけれども、その問題の直営業と言われているものに関しては、吉本の社員さんも同席はされてたんでしょうか。これではなくて、はいはい、この後にあれで言う D の会社さん、あ、ここですね。大丈夫ですか。はいはいはい、あ、こちらです。ああ、すいません、ごめんなさい。すいません。はい、D のですね、スポンサーさんのところに、はい、要はその、D 社の、誕生日、はい、経営者の方の誕生日会をやるからということで直営業に行ったっていうようなところが、報じられてますけれども、この場には、吉本芸人さんが11名ですか、はい、行かれたっていうことと他にその吉本の社員さんというのは、はい、同席されているんでしょうか。それはしてないです。はい、わかりました。あと、はい、先ほどの調査内容ですけれども警察さんの方には共有されているとおっしゃってましたけれども、はい、これは表向きに何か発表されたりとかっていうことは予定されてますでしょうか。今も調査中ということなので、今ということでは、ありません。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、他質問ございますか。あ、すみません、日本テレビ好きで阿部です。お願いします。お願いします。さっき社長、芸人ファーストという言葉を使われていました。で、おとといの会見僕出てたんですけども、そのいわゆる芸人が何も言えない、社員も含めですね、吉本という会社に関して何も言えない、いわゆるその恫喝ということを、うちの番組のキャスターの、加藤氏も言ってます。でそういうその社風というのは、岡本社長はですね、認識ありますか。その今日の加藤君のお話も聞きまして、加藤君に関しては、この会見を見て、その後、ミーティングといいますか、打ち合わせをということで、先ほど話をしておりますが、ないとは言えないと思います。ないとは言えないというのは何が。そういう全員がこう喋りやすいとか、はい、そういうとこまでは、至ってないと思います。それはもう、僕の、力不足と僕の反省するところだというふうに思っております。はい、俺には、先ほど話に出ましたけども、俺にはお前たちをクビにする力があるという、コメントもその会見の時に出てきたんですが、それ、裏を返せば、ややもすればですね、これ、いわゆる
刑事的にですね、脅迫にも当たると思うんですね。でそのいわゆる言葉というのは、先ほど、まあ、案にはっきりは言われてなかったんですけども、認識はもう一回尋ねますが、ないですか。首にする力はあるぞっていうのは、多分僕がその何ですかね、まあ全くもってダメなところなんですけれども、こう怒ってしまう時に、標準語で怒るということは多分ありませんので、首にする力があるんだぞっていうのは怒りながらはっきりはちょっと言えないとは思います。ただそのもう首やとかその時はですね、その彼らの4人のその24日のところは、そういった表現、そういった表現とかそういったことを、言ったことは、ありますが、まあ、それはもう非常に辛い思いをさせたということで、もう何をもっても、まあ、申し訳ないというふうに思っております。まあ、社長はそのつもりでなくても、まあ、受け取る側はそうは受け取らないということだと思うんですけども、これは先ほど言われたそのタレントファースト、芸人ファーストにつながると思うんですが、所長は今回の件に関してですね、かなり責任感じていらっしゃいますけども、身体は減俸 50% でお済ましになる。そうですね、まあ、取締役の方々とも相談をして、その減俸の両立やあるいは期間等もあるのであれば、それもまた相談しますし、今おっしゃられているのは身体ということだと思うんですけれども、まあそれに関しましては、まあ、今実はこの状況というか、まだまだいろんな調査とヒアリング等がありますので、このことをしっかりまずやりきるっていうことと、今お話しいただいた、そういうまあしゃべりづらい環境とかがあるんじゃないかとかっていうことも真摯に受け止めて、まずそこを全力で変えていくということが今やらなければならないことかなというふうに思っております。すみません、あと一つなんです、関連することなんですが、吉本の体制刷新刷新ということで、冒頭お話になられたと思うんですが、こういう声もあります。いわゆる岡本社長が変わらなければ刷新はないんじゃないか、この辺に関してはどうですか。そうですね、まず僕自身がどこまで変われるかっていうのがこの大きな問題でありますから、まず自分自身を変えていくというふうに思っております。ありがとうございました。他の質問ございますか。じゃあその紺のスーツの方、カメラスチール席の、はい、すみません、ニュースピックスの記者の片平と申します。お願いします。先ほども出たところについてちょっとお伺いさせていただきたいんですけれども、岡本社長から会見してもいいけどしたら全員連帯責任でクビにするっていうふうに言ったと昨日の記者会見では話しているんですけれども、その会見してもいいけれど全体責任でクビにするっていう、そういう文脈でお話はされたんですか。そこを明確にさせていただきたいんですけれども。まあ、なんていうか、いや僕こうしたいうのがあったので、まあ多分
亮君が、まあ 最終的というかもうな、まあ、こう何度かこうあったので、その会見したいって言ったところに対して多分言ったじゃないかなと思いますけれども、まあ、その、うん、つまり全体責被害者のために全体責任、連帯責任、4人ともそのお金をもらったんだからクビにするぞっていうんだったら文脈的に分かるんですけれども、その会見してもいいけどっていう前提がつくと、そもそも会見をさせないっていう、そういう意味での恫喝に見えるんですが、もうそこは、まあ、全くもっても僕の悪いところでしかないんですけれども、本当にそのそういう被害者の方のことを、なんていうんですかね、その、まあ、その流れがあるんですけども、社長自身がおっしゃった言葉自体がその被害者のための文脈になってないですよね。その昨日の会見の話をそのまま信じるとするならばですけれど、会見を止めるとか止めないとかっていうことじゃなくって、そのなんか言ってること自体というと言い方おかしいんですけど、まあ僕はもうそういうふうに言ってしまったっていうことでしかありませんので、別に会見を止めるとかそういうことでも全くなくってですね、本当にまあ情けない話ですけども、なんか本当に情けない話ですけども、そういうことを分かってないのかなと思って言ってしまったっていうこと以外に、会見をやめるどうのっていう意識は全くなかったです。はい、会見をでも文脈的にはその会見をやるなら連帯責任で辞めさせる、クビにするっておっしゃったんですよね。そのとにかくその、まあ、その時自分たちのことをこうずっと言ってるっていうことで感じてしまってたので、その別に会見なんですかね、その会見のところを、その会見というものをこうフォーカスしてとかっていうつもりは全くなく、もう本当にこうやり取りの中で、まあ、言ってしまったっていうこと以外にないので、まあ、それはもう全くもってダメなとこなんで、もう本当に反省をしております。もう一点、今朝のスッキリで極楽とんぼの加藤浩二さんが、岡本社長はそのような人です、若い人にそういうことをするのを見たことある、会社の社員に対しても恫喝みたいな、おいお前らという人というのは知っているとおっしゃってました。で、これは、日常的に社員や芸人さんに対してもそういうような恫喝パワハラっていうのを社長がやってらっしゃったということだと思うんですけれども、そういう事実はあるんでしょうか。まあ、若い頃って、まあ、どこを指すかっていうことはありますけれども、怒ったりとかっていうことは、ありました。ただ、まあ、今はまあまあもう今回もありましたから、まあまあもう僕が反省するところだと思います。反省するところっていうのは、まあ、そういうことを知ってらっしゃったってことですか。いえ、若い頃は、恫喝ということは思ってませんけれども、強い口調で当時怒ったりっていうことはあったと思います。今はいかがですか、若い頃は。今は
部屋で一人でいるんでないと思います。他の質問あります。もう一点だけこれいいですか。その今回入江さんの処分についてはどうされるんですか。まあそういうお金をもらってしかも直接ということで、まあ、仲介を、まあ 仲介ですね仲介をしているということにおいては今のところ、処分を変えるというつもりはないです。では他の質問お願いします。今質問された方の後ろにいらっしゃる薄いブルーのシャツの方をお願いします。社長、私フジテレビ特ダネのリポーターの岸本と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。社長、まずですね、はい、凌さんや宮迫さんに言ったとされるその言葉ですよね。クビとか連帯責任でとかそういう言葉なんですけども、それはもう簡単な返事ではいいんですけども、パワハラだと思いますか。まあ、僕はあの身内の意識であったので、なんか家の中で怒ってる感覚でしかなかったんで、でもそれはそうではなかったということでは、相手に感じさせてしまったことはまあ申し訳ないと思います。あの質問の答えをお願いしたいんですけども、パワハラだと思いますか。僕的にはそんなつもりはないんですけれども、まあ、結果として相手にそういう思いをさせてしまったっていうことはダメなところです。ダメなところですということはパワハラだったと思ってるってことですね。相手がそういうふうに感じているのであればそうですね。あ、はい。あとそのこの前の宮迫さんと亮さんの会見の中でお二人が言っていた社長の言葉ですね、社長が言ったとされる言葉、何か反論できる部分はありますか。例えば事実と違うところですよね。宮迫さん、亮さんが社長からこういうことを言われたと、まあ、いろんな強い言葉もありましたけども、その中で社長がいやこれは違う、これは反論したいというところはありますか。まあ、この経緯の中でいろいろありますけれども、反論というか、まあ、意思の疎通できてなかったっていうことで、あの僕が悪いんだと思います。じゃあおっしゃ、あの宮迫さん、亮さんが言った、社長が言ったとされる言葉は全て本当だということでよろしいでしょうか。力があるぞとかそういうことは多分そういう標準語というか言葉は使わない。クビにする力があるぞと、そういう意味ですよね。あのそういうことは使わないと思いますけれども、力があるぞという言葉はじゃあ否定されるということですね。そうですね、はい。あとは、ちょっと考えます。はい。では他の質問ございますか。じゃあその例のメガネをかけた方お願いできますか。あ、すいません、大阪読売テレビの岩原と申します。お願いします。先日の
宮迫さんと亮さんの会見を受けた後に、はい、松本さんとお話をされたと思うんですけれども、はい、その中で具体的にどのような話をされたかというのは改めて社長の方からお話を伺ってもいいですか。それは先ほど冒頭で申し上げたような内容と、僕のダメなところとです。はい、でその松本さん番組とかいろいろ見てる中で会社が会見をしなきゃダメだというような話をしましたという話があったと思うんですけれども、そういった話がない限りは会社として会見をする予定などはなかったんでしょうか。そのあたり、いえ、記者会見を受けまして会社としてやるということを決めました。もちろんその間にいろんな方のお話ももちろんありますけれども、会社として会見をやるというふうに決めたということです。で最初のお話しされている中で、芸人さんやタレントさんが最高のパフォーマンスできるように、その環境を作っていかないといけないと、思っていると、それが追いついていないというような話がありましたけれども、この一連の中でいろんな芸人さんが SNS や番組でいろんな発言されてますけれども、それに関してどう受け止めていらっしゃいますか。すべてのことに真摯に受け止めなければならないというふうに思っております。中には涙ぐまれながら今の会社の状況に対して思うところがあるというような発言があるタレントさんもいらっしゃいますけれども、それに関しては詳しくどの人というのは分かりませんけれども、全力で全てのタレントさんたちの声を聞いて、しっかり反映していけるようにというふうに考えております。はい、他の質問ございますか。じゃあその一番遠くのライトの下にいらっしゃる方お願いできますか。日本経済新聞の鈴木と申します。よろしくお願いします。今回の騒動でですね、例えば宮迫さんが嘘をついていたとか岡本さんがパワハラ発言があったとか、どんどん話が広がってしまったんですが、もともとは何が根源だったかっていうと、吉本さんは10年も前から反社との接触をもう断つと決意表明をされて、それなりに準備をされていたにもかかわらず、また反社と接点ができてしまったという、ここに尽きると思うんですけども、今後ですね、所属タレントを守るということであるならばですね、どういった再発防止策ですね、それを考えてらっしゃるのかということと、その再発防止策で十分かどうかと、その辺の社長のお考えをお聞かせください。はい、今回こういうことが起こってしまったということで、直接そういうやり取りをタレントの人たちが行ってしまったということも含めて、我々としては、冒頭でもちょっと申し上げましたけれども、年2回のコンプライアンスの研修等を行っておりますが、まずその回数を増やしていく、4回、5回、6回と増やしていくということ、もう一つは、冒頭でも同じくお話しさせていただきましたが、いわゆるホットラインの強化、徹底ということを行っていければと思っております。あと研修の中でも きちんとタレントさんと向き合いながら、そういう直接の仕事とかもこんな仕事があるんだというようなことが言える環境づくりということもしなければいけないと思いますし、納税のこととかそういったことも
みんなで勉強というか研修をしながら、きっちりコンプライアンスの体制を、まあ、社員も含めてですね、行っていければというふうに思っております。タレントの方が仕事を受けたのを会社に報告するというのはそれはいいんですけども、反社であることのチェックですね、そこのチェック体制というのはどんなふうに評価するんでしょうか。まあ、お話しいただきました、10年前から、もう反社の関わりを絶対に持たないということでやってきておりますので、いわゆる反社チェックは、徹底的に行っておりますが、それだけでは不十分なこともある、まあ、今回直接対応そういうこともありましたので、我々としましては東京や大阪の、防水センターさんと、あるいは、各警察署 の皆様方とも、密に連絡を取りながら、徹底をしていく体制を、準備しております。ありがとうございます。はい、他の質問ございますか。じゃあ、一番前の女性にお願いします。テレビ朝日の山崎です。よろしくお願いします。先ほどからやはりその6月24日のことなんですけれども、もともとテープの話があったりですとか、全員クビにする、なんか社長はなんか冗談のように、それからまあ家で話しているようにっていう話だったんですけれども、どう考えてもそこの日の会話がミーティングが和やかな雰囲気だったとは感じられないんですけれども、社長はどういうふうに感じていらっしゃいましたか。その手前で僕が一人でなる手前で、まあ、現場の子が話を、まあ、してもらってる中で、まあ、すでに、まあ、ちょっと時間あんまり覚えてませんけれども、まあ、結構な時間もかかってたこともあって、まあ、その中にまあ参加をしたと。まあ、確かにそういう事態ですから、和やかということは、まあ、ありえませんけれども、どこかそのなんかこの形でどうしていこう、どうしていくのか、例えばリリースの文章とかどうしていくかとか、なんかそういった話に至ってないといいますか、なんかいや僕だったらこうしたいですとか、いや俺はまだちょっとそう金額ちょっと見えて分からへんからとか、でも一方で会見したい、いやいや亮さんだけ会見してもみたいなこととかあってですね。でまあ僕は顧問の弁護士さんとかもおられましたので、なんかこう空気を変えないといけないという思いもあって、まあ一人になって、なんていうかね、本当にその冗談というか、こうまあぶっちゃけてどう話していくかっていうことを思うつもりで言ったんですけれども、まあそれはもう僕の全くダメなところで、結果そういうことにもならず、ましてやこんなことになってるっていうことなので、もうそれはもう僕の不徳の致すところなんですけれども、逆に和やかだったものを一括したという感じだったんですか。いえいえ、その手前は全く和やかじゃないです。和やかじゃなかったので、その顧問の弁護士さんとかもおられるので、彼らもこう構えるというか固くなるというか、そういうことじゃないかと思ったのと、まあ本当にそのなんか被害者のことをこう考えもちろん考えてるんだけれども、なんかそれよりもなんかこう自分たちの方がまあ不安もあって、こうしたいとかこうとかっていうことがなんかすごく
前に出てたのでということですね。はい、わかりました。で、当初ですね、嘘を認めて謝罪会見をしたいっていうふうに申し出た時があったと思うんですね、結構前の時点で。でその時に吉本さん側の方から、今更ひっくり返せないっていうような言葉があったというふうにも会見で話が出てたんですけれども、この時は何があってひっくり返さなかったのか、それから逆にひっくり返せないというのはどんな幕引きを吉本さん側は考えていたんでしょうか。その件は藤原の方が、その際に面談をしておりましたので、藤原の方から回答します。藤原です、よろしくお願いします。先ほどお話ししたのと同じことになってしまうんですけれども、本当に当初本人たちが言ってたのと全く違う、お金もらってないというところからお金もらったということになったので慌てたっていうのが正直なところです。びっくりしたっていうか、で幕引きっていうのはもう本当にとにかくもう違うこと、またこれ結果変わるっていうことが本当に各皆さんか関わっていただいている皆さんにさらに迷惑をかけるっていうことになるので、本当に徹底的にちょっとしっかり事実確認をしてからっていうことになっておりました。はい、ひっくり返せないっていうのはもうこのままなんかこう隠蔽してしまうような、そんなような言葉にも聞こえるんですけれども、隠蔽するっていう感覚はなかったです、ね、その時はですね、はい、その彼らももらってないということで、その放送局さんはじめ関係各所様にもらってませんと、そういうお金をですね、でもそういうところに行ったということで、厳重注意ということでずっと話をしてきておりましたので、それが突然もらったっていうことで、そのひっくり返せないということとかとではなく、もうこれどうするんだと、今まで各所にもらってませんって聞いて、それこそ現場の彼らがずっと説明等詫び等行く中でもらいましたって言われた時の衝撃は相当なものでしたので、そういう意味でそのひっくり返せないとか、どういうところでどういう言葉で使うかっていうこともちょっと考えられないんですけれども、それぐらい現場も含めて我々がパニックになったということです。これまでの流れの中で今後なんですけれども、宮迫さん、それから田村亮さんとその信頼関係っていうのは築いていけそうですか。彼らがですね、分かった分かりましたってもしも言ってもらえるようなことがあればですね、それは全力で彼らに聞きながらどういう形で信頼関係を取り戻せていけるのか、そんな一朝一夕にできるとは全く思っておりませんけれども、どういうとこから積み重ねていくのかっていうこととかも、もしも話し合いの機会があるのであれば、全力でやれればというふうに思っております。その分かったというのはお二人から その謝罪の言葉ということですか。いえ、面談とかミーティングのテーブルについていただく、ついてもらうっていうことに理解を、いただけるか、どういただけるようにするかっていう意味です。大崎社長の方、ごめんなさい、岡本社長の方からはお二人にはどんな思いを今伝えたいですか。冒頭申し上げました通りでもありますし、本当に
すごく辛い思いを、させてしまったということに対して、まあ、本当に、まあ、お詫びしなければいけないというふうに思っております。ありがとうございました。他の質問ございますか。じゃあ2列目の、左の女性、はい、あ、左です、はい、こちら。毎日新聞の山田と申します。お願いします。先ほどもらってないがもらったとなって、まあ、衝撃でパニックだったということなんですけれども、8日にひとまずもらったということが分かってから、そのもらったということを公表されるまで24日まで結構時間が経っているかと思うんですが、これはどうしてこんな時間がかかったんでしょうか。はい、まあ、すごい衝撃だったっていうこと、社内というかスタッフ含めて、で本当にもう一回改めて、何回も聞き直さなければいけないという状況であったということプラス、そこからまた新たに、7人の人間が増えたということもあり、本当に時間がかかってしまったということです。で、まあ、僕らとしてはもらってないのにもらったっていうことがまあありましたので、本当にもらったかもらってないか、どれぐらいもらったかっていうことは、まあ、何度も何度も何ですかね、聞き直すというか、まあ、そこの間のやり取りもあるんですけど、やり取りかプロセスあるんですけれども、かつまあ7人増えて計11人ということにおいては、まあ、かなり時間がかかった、かつなかなか金額も整合性もなかなか取れなかったこともありましたので、まずもらったということをきちんと全員が認識したところで、まず発表させていただいたということです。金額の発表はまた後日だったと思うので、例えばそのもらったっていうことが、まあ、先ほど社長は被害者というふうにおっしゃったんですが、被害者のことですとか、まあ、例えばファンの方とか関係者の方考えれば、その、宮迫さん、亮さん、結果から見ても、影響力も一番大きいわけですけれども、分かったことから発表しようというような考えはお持ちにはならなかったんでしょうか。だから分かったこととして、もらったというところまで分かったので発表させていただきました。一方で金額については、一方でその入江君のもらってる額の状況とか、あと具体的に、もらったけどもどれぐらいの金額かっていうところらへんも時間がかかっておりましたので、我々としてはもらったというところでまず発表させていただいたというふうに思っております。宮迫さんと亮さんがもらったというのは8日の段階でお分かりになったということでいいんですよね。額はともかく、そうです。で、僕らは一方で額も含めて、リセットしてもう一回状況から何から確認をしている最中に、まあ、新たに7人も7人の子たちが、ありましたので、もちろん彼らがもらったっていうことはあるものの、その流れの中で新たに6人が出てきたこともあり、ひょっとしてまだあるのかもしれない、そう、他にですね、っていうこととかも含めて我々としては精一杯調査を続けてきたというふうに考えております。今振り返られてみても、この8日に分かった事実
こうまあ他のことも含めて24日になったっていうのは遅くはなかったと思われますか。まあ、その間に例えば番組も新たに収録されたとかいうこともあったと思うんですけども、早いとは思いませんけれども、まあ現場総出で全力でヒアリングしてましたので、我々としては、全力でやった状況だというふうに思っております。あと宮迫さんの処分を撤回されるということなんですが、この契約解消という処分は、その感情の行き違いとかそういうことでなされた処分だということなんでしょうか。いえ、こちらの時系列にもあります、あると思いますけれども、最終的に7月の18日に、契約解消でっていう彼の申し入れによって、ただ、我々としてはその、まあ、準備も等々もありましたので、準備も終わったというか会見の準備をしておりましたので、まあ、戻ってきてもらえるように、まあ、連絡を取ってたんですけれども、まあ、結果的に19日にその申し入れを受け入れたというふうに考えております。契約解消での申し入れって引退との二択だったかと思うんですけれども、まあ、事実上その芸能活動、まあ、契約解消にしても引退にしても事実上の芸能活動がまあ一旦はできなくなるというような処分を下された、その客観的な事実があったのか、それとも何かそのやり取りの契約解消は宮迫君からのお話でしたので、それを受け入れたということです。でも経過表には新たな記事も予定されている状況のため、どうしても会見しないならば、したいならば引退か契約解消かを選んでくださいと、まあ、最終的には吉本さんの方からおっしゃってますよね。あ、そこの経緯はじゃあ小林君、本部の小林の方からご説明させていただきます。会見前の事前の私からの説明で申し上げた通りなのですが、18日に、弊社から、まあ、会見をやりたい、謝罪会見をやりたいのであれば引退するか、契約し解消した上で、自ら実施してくださいという選択をさせるような書面を送りました。社長はその引退か契約解消かを選ぶような行動が宮迫さんにあったというふうに認識されてますか。この2度のフライデー報道を含めて、つまりその客観的な事実があるから契約解消なり引退なりということを会社は考えられたのか。まあ、僕らとしま、まあ、僕らとしま、僕としましては、その、引退、まあ、彼がですね、その引退を、何ですか、引退をしてでも、まあ、会見をしたいということが、ありましたので、ありましたのが僕と、まあ、僕と喋った時もそうですけれども、まあ、その後ちょっと弁護士さんとのやり取りもありながら、会社で会見を仕切るとするならばということだよな、会社で会見を仕切るということで引退会見っていう話をしてたじゃないかな。じゃなくて、すいません、その前半の方でも社長のその思いがお二人に伝わらなかったとかいうお話あったんですけれども、はい、その
思い云々とか行き違いでこの契約解消になったりそれがまた撤回されたりするというのは非常に不安定な話だなと思うんですけれども、例えば今後その契約の仕方であるとか、まあ、もう一つまあギャラの問題というのも言われてますけれども、そのあたりを見直していかれるお考えはあるんでしょうか。それはあのタレント契約に関してはタレントそれぞれの話の中でどういう形を彼らも望むかっていうことは新たに今まで通りっていう人もいるかもしれないし、こうしてほしいっていう人もいるかもしれないし、それは新たに取り組んでいこうというふうに思っております。でギャラに関しましては いろいろ安い等々言われたりしてますけれども、会社が9で、タレントが1とかそういうことは全くなくですね、ざっくりとした平均値で言っても、5対5から6対4、もちろん人によりますし、個々個別ありますけれども、もちろん安い子がいることも事実ですけれども、ただそれは彼らのこう単価が低いケースもあったりということもありますし、一方で自社の劇場ではその NSC 出たての子とかが料金500円のイベントとかを出て、いろんな機材費や何とか費や含めて確かに300円とかいうこともその時代の子たちはあると思います。ただそれもみんな我々も含めて頑張っていろんな仕事の機会を環境を作っていくっていうことを目指していく中でちょっとでも彼らの夢の実現と、その収入も含めて上げていけるようにしていければというふうには考えております。契約は具体的にこういうふうに変えていくというのはもし今現時点何かあれば、まず個別個々タレントさんの考えもありますし、いろいろ聞きながらやれればというふうに思っております。次の質問お願いします。じゃあその後ろの、薄い青いシャツを着た後ろの方。すみません、デイリースポーツの福島と申します。よろしくお願いいたします。まずとにかく簡潔にお答えいただきたいんですけれども、ちょっと今の話にも重なるところがありますが、まず処分の撤回について宮迫さんと亮さんが会見をああいう形で会見をされたことに非常に辛い思いをさせて申し訳ないと、社長がおっしゃって、で処分の撤回というふうにおっしゃったんですけれども、ということはそれ会見を挟んで宮迫さんや亮さんとも何の接点も今のところ本社としてない以上は会見があったから処分を撤回したということなんでしょうか。これその会見でいわゆる今のパワハラに至る発言ですとか、いわゆる都合の悪いことを言われたりした、またはその世間の風向きが変わったから処分を解除したというふうに判断できてしまうんですけど、そのあたりはいかがでしょう。いえ、それについては、いろんなタレントさんのお話とかも含めて、別に風向きとかそういうことは全くあれなんですけれども、会社としてああいう形にさせてしまったっていうことを、目の当たりにしてというか、っていうことですかね。それまで具体的にそのお話になっていたことに対して社長は特に問題があるとは考えてなかったけれども、周囲に言われて考え方を変えたということなんでしょうか。
まあ、僕もあの拝見させてもらって彼らの会見を、まあ、その時点で周囲がどうかっていうことはあれです、その時点で何も聞いてませんけれども、まあ、まあ自分自身が情けなかったっていうことと、まあ、本当に、申し訳ないことしたということですね。その先ほどがちょっとその連発したりする情けなかったということが、そのいわゆる社長としてのその責任の取り方としては、はてその言葉だけでいいものかというようなことになりかねないと思うんですけども。まあ改めて環境を変えることにまず全力尽くすことで、その責任を果たせていければというふうに思っております。すみません、あと一点、まあ、先ほどその何人かから質問出ました、まあ、クビにするとか、まあ、そのいわゆるパワハラと捉えかねない発言があったということは、それは社長としては冗談だったというふうにおっしゃっておりましたけれども、でその冗談だったその背景の中でそういう発言が出たのは、それぞれが、まあ、いわゆる自分の都合ばかり、まあ、主張していたからというところがあったかと思うんですけれども、その上で被害者のことを第一に考えるべきだというのであれば、やはりちょっと先ほど出ますけど、まず会見を先に開くというのが当然筋であって、そこの判断はちょっと矛盾するようにも見えるんですけれども、いかがでしょうか。まあ、一つはその、まあ、冗談だったということを、まあそうなんですけど、まあ、僕自身はなんとか空気を変えていってっていうことだったということ、まあ、それはもう全くダメなんですけれども、その発表を、まあ、24日ですね、24日の日にまあ発表をさせていただいていると思うんですけれども、まあもらったってなったから、まあ、前のあれになりますけど、まあ人数もかつ増えて、まあ現場もう何が正しくって何が正しくなくって金額も含めて、まあ、それは記憶もたどらなければいけない彼らのですねこともあって、とにかくもらったっていうことがみんな記憶を思い出したところで、まあ、24日になったということです。最後に言って、まあ、吉本興業さんという会社は、まあ、当然お笑いのトップランナーでもありますが、もう最近で言うとその、まあ、SDGs 国連との取り組みですとか、まあ、万博ですとか、いわゆる社会的、まあ、いわゆる国とのつながり等々も非常に深い会社だと思いますが、そういった会社のトップとしてやはりその、まあ、パワハラと、まあ、認定されかねないような発言があったことを踏まえて、改めてご自身の進退、例えば辞任ということはお考えにはならないでしょうか。まずは先ほど、まあ、現場というご報告させていただきましたけども、お金を下げたからそれでというつもりは全くありません。まあ自分自身がしっかり変わっていくことで、皆様方に、きっちりご評価いただければというふうに思っております。ありがとうございます。次の質問の方どうぞ。じゃあそちらの、2列目のスーツの方。
TBS の藤森と申します。よろしくお願いします。します。あの宮迫さんから、まあ、本当のことを自分の言葉で伝えたいから引退してでも会見をしたいという思いを受けて記者会見の会場をセッティングされたと思います。ただ記者会見をするならばこちらの Q&A の練習をしてもらいますという判断でした。どういう意図があってそういうことを伝えたんでしょうか。その時点で、弁護士さんとの向き合いのところだと思うんですけれども、なんですかね、こちらのとか、そういうのは全くないなくって、その彼らが記者会見を開くにあたって、まあ、あの今日なんかもそうですけれども、スタッフがどういう形で何をやっていくかっていうことは僕らとしては普通、みんな現場の子は普通にやってくれますので、やってくれてますので、こちら側のとかあちら側のとかっていうのは、ないんですけれども、まあ、弁護士さんとの向き合いということもありましたので、ひょっとしたらそういうようなニュアンスがあったのかもしれないですけども、僕らとしては別にこっちの Q&A とかっていうこととかはないですね、はい、その対応を受けて宮迫さんは土曜日の記者会見の中では、会社主導の記者会見になってしまうから、これでは自分の表現言い回しで本当のこと伝えられないと思って、では会社を辞めて会見を行いたいという思いでしたが、じゃあそこには誤解というか何か思いの行き違いがあったという捉え方でよろしいでしょうか。そうですね、我々としては、すれ違いといいますか、我々が寄り添えなかったっていうことだと思います。反省しなければいけないところだと思います。重ねて確認ですが、何か自由に宮迫さんに記者会見で表現をされては困るようなことがあったから Q&A の練習をしてもらうという意図があったのではないでしょうか。会社のこととかで、何か隠すこととかっていうのは全くないです。ただその何ですかね、直接彼らの直接の仕事で、まあ、こういう形になってるっていうことも含めて、その会社のことは別に言ったらダメなことはないですけれども、何か、その中で会社以外のことを 言ってあかんことあるのかないのかとか、あるいはどうやって謝り方どうするかとか、僕らの中ではまあ普通の作業というか普通の作業だと思ってるんですけれども、まあそれが彼らにはまあ伝えきれなかったっていうのはダメなところだと思います。もう一点だけごめんなさい。宮迫さんや亮さん以外の無期限謹慎の方々がもしこれから会見を行いたいですとかメッセージを発信したいといったときに、会社側としては今後どのような対応を考えていらっしゃいますか。すでに、メッセージの発信をしたいという子もいてまして、そのメッセージを発信していくということ、あと記者会見のことも謹慎処分24日以降、まあ、どういった謹慎中の活動をしていくかとか、その中でどういった会見等をお詫びしていくかとか、謹慎中のその何をするのか、あるいは謹慎明け後も
どうしていくのかみたいなことはミーティングしてる現場がミーティングしてくれてますので、その中で、伝えたいことがある子たちに対しては、速やかにやっていくというふうに、考えています。ありがとうございました。はい、それでは次の質問。じゃあその、今の真ん中のブロックの、一番後ろで手を挙げている男性の方、そのもう少し後ろです。はい、すいません、フジテレビバイキングの池田と申します。よろしくお願いします。ですね、先日田村さんの会見の中でですね、在京5社在阪5社のテレビ局は吉本の株主だから大丈夫やからっていう言葉に不信感を抱いたという会見で発言があったんですが、はい、この大丈夫ってどういう真意なんですか？それに関しましては、小林の方からご説明をさせていただければと思います。先ほども質問があった点だと思いますけれども、7月12日の面談の際に両さんから会見をしたいと、そしてそれを生中継したいという要望がありましたと。その話の際に、生中継するんであれば、まあ、吉本の各株主さん、東京大阪の株主さん、いろいろ昼の時間帯であればワイドショーやってるとかやってないとか、まあ、そういうこともありますんで、そういった配慮は、まあ、必要になりますよという話をいたしました。事実はこういうことだけですので、ちょっと両さんがどういう思いで何をどう思われての発言かっていうのはちょっと正直わからないといったところです。これはどこでどなたが発した言葉だったんですか？7月12日の面談の際に、まあ、先方弁護士と宮迫さん、両さん、こちら側はうちの顧問弁護士と私で面談してたんですけれども、弊社側の顧問弁護士から、宮迫さんらの代理人弁護士に対する説明というか会話でございました。わかりました。もう一つあるんですけど、会見の直前のやり取りで、岡本社長と宮迫さんたちが意思の疎通が取れなくなったっていうのは、やっぱり会見の直前のやり取りで意思の疎通が取れなくなったっていうのを、まあ、宮迫さんたちが弁護士を立てたこともその一因になっているのでしょうか？岡本社長に答えていただきたいです。はい、まあ、彼らのその、まあ、会見だったか、まあ、弁護士さんの話ちょっとされてたかどうかちょっと記憶はあれですけれども、僕らが彼らと話をしている中で、会見をやろうってなった時に、彼らから、まあ、こう俯瞰でこうちょっと見てもらえる人がいてくれてたらいいなっていうこともあったので、それがいいんじゃないかっていうことで、2日後ぐらいに今度先方が弁護士さん入られたんですけれども、まあそれ以降弁護士さんを通じてということにしかならなかったので、僕らとしてはそういう形になってしまったことについては、まあ不本意であったというふうに思っております。一方で宮迫さんも岡本社長に会いたいっていうふうにお願いしたのに会えなかったっていうふうに発言されてましたけど、それはなぜお会いできなかったですか？弁護士さんが、まあ全ては弁護士さんにっていうことがありましたので、まあそこですね。もうそれは弁護士さんを立てるからってこと、立ててきたからってことですか？立てた後弁護士さんを通してということでしたので、まあまあそういう
形にしてしまったことがもう我々の至らぬところだと思います。あの時会っとけばよかったとかっていうふうに今思われてますか？直接岡本社長が宮迫さんたちと顔を合わせて最後会うっていうのがあった方がよかったのかって思うとどうですか？あの最後のところに関してはその会社で引退の会見をするというふうに聞きましたので8時からのミーティングといいますかその Q&A 含めた打ち合わせの場所には降りました。まあ、でも それが遅かったということで誠に申し訳なかったというふうに思います。